はい、どうも皆さんこんばんは、秋葉北武尊です。今日はね、見てみてみて、あの大阪は通天閣に来ております。ということでね、今日はどこ行こうかなと思って、一人でうろうろしようかなと思って、一人とちゃうね、この方がございます。今日も僕ですよ、今日も僕です。久々の柴、下待って、柴さん登場で、今日は二人でちょっとこの辺のなんかおいしいお店を下待って探してみたいと思いますんで、早速行ってみよう。ということでね、今柴さんとうろうろしてんやけど、ここ行ってみようか。これ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 、あの串カツの村藤さん、ちょっとここ行ってみよう。なかなか明るくって良さげなお店の、ちなみにメニューがこんな感じじゃないか。で、ちょっと注文何でした？おまかせセット。一番人気で。一番人気の何？おまかせセット。おまかせセットを頼んで、ほんならあのここのお店の大将から、おまかせは俺やって言われて、そのおまかせは俺やって言ってくれた大将がこの大将なんです。皆さん、あの怖い顔してるけど、喋ったら優しい大将なんで、またよかったら来てくださいね。待ってて。でね、今日は一応おまかせ10本セットやったっけ、何やったっけ。そうです、10本セット。おまかせ10本セットのが頼んだやんか。で、それがあの先に持ったやつやねんけど、ほんで、土手焼きもついたんだよ、こんな感じで。あ、10本ちゃいますよ、10本です。あ、10本。今あの、怖い大将に言われた。おまかせ10本ちゃうで、15本やで、ね、おまかせほんなら15本と土手焼き入ってるね。そうです、そうです。あ、そういうことか、15本か。そうか、そうか、そうやって多いような。そうね、食べていこう。秋元さん、どれがいくんすか。僕はこのドテ焼きからいきます。ここかい、どっちかい。ちょっとこのドテ焼き、ちょっとこのドテ焼きいっときます。これ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 が、これ見てよ、こんな、見て見て見て、ほんでこのドテ焼き、これいっとこう、いきます。うん、めっちゃ大きい、たまらんねん、この肉。うん、またね、一生懸命やってるけど、まだモザイク入れるんで、よろしくお願いします。おい、モザイク入れるな。前のな、動画で一緒に食べてきてるんだ、僕の顔にモザイク入れやがんね。でも、土手焼き、めっちゃでっかい筋肉やで、めっちゃうまっ。うまいな。では、私、これいってみようかな。はい、これ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 、なんやろ。これ、ようわからんけど、ソース、二度漬け禁止ですよ。チャラッとこうつけて、で、いっときましょう、いっときましょう、いっとくで。あ、肉、これはブーッタじゃないな、牛肉や、牛肉や。っていうことは、牛肉が3本ついて、あ、2本、2本で豚、これ多分豚なん。あ、そう、あの、今のはあの牛肉です。うまいうまい、あれ、ビールどっか行った。ビール、ビール、ビール。はい、でもそれ何、バリバリの牛、まあ牛肉、え、ほらさっきの豚肉やったんじゃん。つうことはちょっと待ってや、つうことはここに残ってる、これは豚肉、これ豚です、これ豚肉かな。ちょっと挑戦してみよう。これをソースにこうチャラッとこうつけて、これでいってみる。これは豚肉かな、いってみよう。さあ、ここの豚肉、お前、あ、ビールだ。ビール、これ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 、これビール。こんばんは、秋葉こと秋広です。今日はね、ちょっとね、通天閣の方来まして、今ね、串カツ食べてます。ということで、これ食べてみよう。あ、うん、うん、でや、うん、これこれ、うん、これこれ、これこればっかり言うな。これこれ、これこれ、おいで、かけ。うまいやろ。うまいな。うまいな。
そういうことで、これいっとこう、これがウインナーみたいな感じで、ウインナーかな、ウインナーちゃうかもね、さらっとこうつけて、これは一体何見える、これ、これなんか赤っぽかって、これ赤っぽかって、あ、ウインナーコリコリ、うん、ちゃうちゃうわコリコリ、何でもゴリ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 って言うたらええと思うとんで、そう俺か、俺やなようコメントで言われてるもんな、もうね、あきもう何でもゴリゴリ言うなよって、あ、もう僕絶対うまいの見つけた、うまいな、何これかぼちゃやから、え、どれかぼちゃ、これ赤ウインナーでしょ、え、どれがかぼちゃ、これかぼちゃです、多分かぼちゃ、はい、で、僕はけど、エビ、やっぱりエビですね、この、あ、エビ取りやった、エビはね、1本しか入ってない、あ、ほんまや、うん、お弁当に入れたね、一本しかないエビを生きよったわそういうことで、もうあのエビ一本しかないのに行ってもらえて、あとこ、あとこんだけしかないのに、あとこんだけしかないのに、どれ行こう、これそれなんやろ、これ大好きなレンコンちゃうか、これこれレンコンですね、これ行ってみよう、こんなこれレンコンやね、間違いなくレンコンです、レンコン、間違いなくレンコンやね、これこんな格好で行っとこう、うん、コリコリ、うん、いや、サク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 のバージョン出ました、ゴリゴリとちゃうまい、出ました、あれビールない、ビールあった、これ何やろ、これいってみましょう、ビール、うまいね、で、仲良くさ、今な、これ多分同じインゲンがなんかやと思うんだけど、日本だけ残ったもんね、こうやってこれ同じやんな、絶対同じです、同じやつを2人仲良くこんな感じで揃ってますね、これあの最後に言っときます、そういうことで、チャラッとこうつけて、インゲンさんアスパラでしょ、アスパラ、え、アスパラでしょ、アスパラか、絶対アスパラですよ、どうぞ、適当なこと言うわ食べてみてすいません、いいとこ、インゲンって何よ、あれもうアスパラですよ、絶対、あ、そやわインゲンって何よビール、ほんまに油断もしてもない、まあなくなってもだ、ちょっとあのインゲンとか言ってたわけのわからんアスパラいただきます、シワさんのアスパラでございます、まあ、キボさんね、インゲンとか言うから、インゲンでインゲン豆やで、そんなんあんのとかそう、びっくりしたけど、いただきます、うん、ほら、アスパラやろ、完全にアスパラ、何言うとんの痛いって、もうということで、今村藤さんにお邪魔して食べて飲んでみたけどね、ほんまに、なんで今柴さん出てきたけど、二人でさ、あれ食べてな、瓶ビール2本頼んで、これでその後に何やった、ハイボール頼んだ、どう、ハイボール頼んだ、ハイボール頼んで二人でな、2350円で、びっくりするね、高いっぱい、俺がさ、めちゃめちゃ安いで、ほいでまたあの大将のキャラクター、あの、なんていうの、こわもての顔の大将があのキャラクターやから、めちゃめちゃ楽しいで、この村藤さん、ほんまにね、面白いお店なんで、皆様、近くにお立ち寄りの人はまた皆さん来てみてください、はい、ということでね、本日も長々のご視聴ありがとうございました、ということで、次の動画もお楽しみに、ということで、さようならコリコリやでー。